私の近況をね、皆さんと共有してみたりだとか、初めての試みのタイプの動画です。振り返ると、すごく順風満帆だったかというと、決してそんなことはなくて、そんなに、身長ビヨン医師学科科生成形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。たまにやった通り、合格ですっていうことで、釣りっぽい内容になっちゃうのかなっていうところですけども、今日はですね、台本も何も用意せずに、2022年の8月ということで、開業して2年間を迎えたということで、皆さんにね、ご報告を申し上げようかなというふうに思っております。全身全霊でね、身長に関することっていうふうにお話したんですけども、もちろん身長に関連することでお話するんだけども、直接ね身長伸びるティップスをお話しするというよりは、私の近況をね皆さんと共有してみたりだとか、そういったような動画ですね。初めての試みのタイプの動画です。私の身長先生のもしファンなんてものはね存在するとすれば、そういった人に少し面白いかもしれないですし、もちろんね通院していただいている皆さんにおかれましても、問いの現状を把握していただくことはきっと有益な情報の一つであるというふうに思いますので、お話しさせていただきたいと思います。今ね2022年の8月ですので、開業して2年経ちました。2020年の8月、今思っても本当に苦しい時期でしたね。コロナウイルスがです。まだどういう風に扱うべきなのかっていうのは世の中明確でない中で開業っていう時期になりまして、開業させていただいたということですね。振り返るとすごく順風満帆だったかというと、決してそんなことはなくて、やっぱり最初のうちはですね、なかなか患者さんいらっしゃれなかったというか、コロナの影響もちろんあると思うんですけどね。そういった中で立ち上がりは比較的弱くて、心臓がですねちぎれるんじゃないかというか、金がどんどん減っていくってことで、開業される方であれば皆さん経験するような内容だと思うんですけど、私は案の定経験してということで、こんなにお金が減るんだというところです。すごく今でも記憶に残っています。その中で私の場合ですと、YouTube の力がありますので成り立つ方向に向かっていったっていうところ、その中で患者さんの数、新茶で60人とか70人とかがスタートしてちょっとずつ増えていったわけになります。実際の数値も皆さんとちょっと共有しようかな、今探してます。はい、ということです。患者さんの数として、2021年の3月、半年ぐらい経った時点で、1日のね、LINE 患者数がですね、80人を超えてきた、そのような時期の記録になっています。そこからですね、2021年7月、ちょうど1年前でしょうかね、約1年経った時点でですね、患者数として平均100人を超えてきて、順調に成長してきたってところですね。その後、110人と、どんどん増えていくわけですけども、2022年の2月にまた100人を切ってしまうってところで、コロナの第何波なんでしょうかね、またガンと落ちると、非常に苦しかった時期を覚えております。その後ですね、我々のクリニックは今でワンフロアでやってたんですけども、2フロアの方に変更させていただいて、今ではですね450平米以上クリニックの広さとしてあるということで、都内のほぼ最大級の整形外科クリニックになってしまったということで、それがいいんだか悪いんだか横に置いといてやってしまっているというところでしょう。私はですね非常に挑戦が好きな人間ですので、そういったことを必ず今後も行っていく羽目になるでしょうと。それが賢明な判断かどうかは分かりません。ただ常にチャレンジしていくっていうような精神は変わらないでしょうというところですね。4月に理学療法士の方10名というところで、社員数も臨床機能の先生、いろんな先生とかね合わせると20名以上というところで、どんどん増えております。直近で2020年7月ですと 127.2 名と、1日あたりですね、お医者さんの数も医療機関先生5名以上一緒に働いてくださっててですね、本当に診療としては充実しているわけになります。もちろんね、その中では身長治療の方もどんどん増えております。皆さんもね、普段いつもお配りしている身長先生の成長シートっていう名前で商標登録の方もさせていただきました。そちらの方も数千枚お配りさせていただいたってところで、非常に活用していただいている方も多いんじゃないでしょうか。そういった試みだったりだとか、 LINE の登録者数現在8929名ってことです。非常に増えているわけになります。YouTube の方のおかげさまで2万4000名超えてるのかなってところで、非常に強く成長することができているんです。皆さんのおかげ、ありがとうございます。今後ですね、またさらに大きな成長をね、遂げていくってところが目的になってまいりますので、本当はですね、2周年記念ってことで、無料最終身長測の方ね、もう一度やりたいってと思って、ずっとね、辛くてですね、もう本当に地獄のような生活が待ってるんですけども、それでも2周年だし、皆さんに還元しなくちゃいけない、そういったのやらなくちゃいけないというふうに考えてたんですけども、なかなか人員の問題、スタッフの数の問題ですね、非常にパツパツでやってますので、今はさすがにできないなってところで、そこはね、大変申し訳ないというふうに思っています。あとは個人的なこともね、少しお話しさせていただくとね、画面見ていただいた通りなんですけども、めちゃくちゃ痩せました皆さんもびっくりするんじゃないかと思う。最近ですね、すごい忙しかったです。アニメの動画ばっかり繋いでるっていうようなところで、なかなかね身長の動画が撮れてないってところで、いくつかショートの動画が上がってるので皆さんも見ていただいてると思うんですけども、今後ショートに、ね、力を入れてみようかななんて思ったりもしてます。ロングもねもちろんやっていきたいんですけども、ショートで大きな再生数を獲得していくっていうところもチャレンジしていこうかなというふうに考えてます。今後ショートメインでやっていこうかなというふうに考えています。皆さんのねぜひご意見も聞かせてください。その中でも本当に私もすっかり痩せてるんで、前回の動画よりもさらに
に痩せたんじゃないかなってところで、もともと私最大71キロぐらい、多分マックスだと72キロなんだと思うんだけど、今ね64キロとかすごい下がったんです。これ全然皆さん興味あるのかどうかわかんないけど、本当にダイエットするつもりはなかったんだけども、ただ無駄な食生活をやめて、改良して最初の1年間とか当たり前なんですけど死に物狂いじゃないですかね。当然ですけども、いつ倒産するんじゃないかと思いながら毎日やってるわけですよね。それでなんとかなんとかってやってながら、何も考えずに飯食いまくってた。今思うと食べ過ぎだったんだなと思って。新潮先生の動画もね、最初の方ってまあまあスマートなんだけど、その後だん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 プクプク太ってって、いつまでか顔がパンパンになってってことでね、そういったような時期に入ってまいります。それで忙しいなりにも食生活の面において、昼ご飯もあんま食べないようにしたりだとか、夕食も炭水化物あんま食べないとか、ダイエットするというよりは少し簡単な健康管理をするっていうような意味合いで少し始めてみたら、みるみるうちに体重減ってて、自分の顔がね変わっていくのが分かってきて、だんだん楽しくなってきちゃって、今ではダイエットが楽しくてしょうがないってところで、もうサラダばっか食ってる、チキンばっか食ってるってところですね。そういったような状況になってまいります。はい、今日はねご報告ということで、今の現状ですね、私の2年間開業させていただいて、決してすごく順調だったというふうに表現もないですし、決して100点満点が非常に遠かったというふうに思っております。その中でいくつかですけれども、患者様の方が厳しいコメントもいただいたこともありますし、それに対してね、全て私の責任というふうな表現ですし、経営という側面では何度もピンチを迎えては切り抜けてるところですね。周りからすると非常に順調に見えているクリニックにも見えると思うんですけど、中身は本当ごった返している。皆さんどこも同じだと思うんですけども、そういった中で2年間成長させていただきました。本当に皆さんに感謝申し上げたいと思います。私のクリニックは新潮先生というね、そのキャラクターだけで成り立っている部分が非常に大きいですので、24000人フォロワーのチャンネル登録者のおかげでこのクリニック成り立っているということをね、改めて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。ということで、ご報告動画ということで現状をお話しさせていただきました。多分ね、さすがに再生数回らないのかなと思うんですけどね、こういった動画ね、再生数いっぱい回って、それでたくさん無料最終診療やってくれって声がね、記載していただくとね、スタッフも力を合わせて手伝ってくれることもあるんじゃないかと期待もしています。はい、それではね、今後も精神中間することで、ね、全身全霊でね配信していきたいと思います。新潮の真下の人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。